皆さんこんにちは。世界の墳丘から本日は奈良県奈良市の佐紀古墳群を訪れております。今私がおりますのはですね、佐紀古墳群、来られた方はぜひ来ていただきたいポイントなんですけれども、右手に見えますのが佐紀三笹木山古墳という前方後円墳でして、この佐紀古墳群の中でも最も最初に作られた前方後円墳というふうに言われております。築造は4世紀中頃の築造と言われておりまして、縦穴式石閣が存在するというように言われております。今見ていただいてますのが佐紀三笹木山古墳の後円部で、くびれ部があって前方部と続くんですけれども、実はですね、この佐紀三笹木山古墳と道を隔ててすぐ横にありますのが、それに続いて作られた佐紀石塚山古墳という同じく前方後円墳なんですね。こちら4世紀中頃に築かれたと言われておりますけれども、道を隔てて前の方に見えておりますのが佐紀石塚山古墳の後円部、そしてくびれ部に、前方部というように続いております。つまりですね、このポイントから見ていただきますと、佐紀三笹木山古墳の、後円部が佐紀石塚山古墳のくびれ部に食い込むように存在しているんですね。年代的には佐紀三笹木山古墳の方が先に築かれておりますので、佐紀石塚山古墳を作る際に、佐紀三笹木山古墳を遠慮して、ちょっと避けるように作ったというように考えられるんですが、面白いことに、このように、石塚山古墳のくびれ部に食い込むように佐紀三笹木山古墳が存在していると。非常に2基の前方後円墳が、近接して存在しております。なかなかこれだけ近くに、大王のものと思われる前方後円墳が2つ並んでいるというのは珍しいかと思います。佐紀古墳群来られたらぜひこちらのポイントで見てみてください。